JA48 タイムです。今回もですね、音楽で会場を彩ってくださいますやっこさんと一緒にお届けしたいと思います。お願いします。今回はですね、やっこさんにもたくさん活躍していただこうと思っておりますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。それでは早速 SKE48 の皆さんに登場していただきましょうか。 SKE48 の皆さん、ステージの上にお願いします。はい、今回は SKE48 から北野さん、太田さん、荒野さん、鈴木さんが来てくださいました。ありがとうございます。お願いします。はい、それでは順番に自己紹介をお願いします。はい、皆さんこんばんは。 FC 岐阜応援隊隊長の北野瑠香です。お願いします。はい、 FC 岐阜応援副隊長の太田瑠香です。よろしくお願いします。はい、チーム E の鈴木心菜です。お願いします。はい、チーム S の荒野姫香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどですね、はい、ある方からいただいたんですけれどもSKE48 15周年スペシャルということでですね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっと見させていただきました。本当に皆さん可愛いお写真たくさんありがとうございます。はい、ちょっと皆さんの一面がね、いろんなお話書いてありましたのでね、ぜひ皆さん書店で基本は売ってるんですかね。はい、はいはい、はい、求めください。お願いします。今日はですね、皆さんにやっていただきたいことがありまして、はい、なんとですね、まあ、今日 DJ やっこさんがいらっしゃるっていうことで、はい、皆さんに DJ 体験をしていただこうと思います。何とかね、隊長と、ね、あゆみるさんはやっていただいて、はい、やらせていただいて、はい、思ってます。じゃあもうベテランですね。いやいや、もう一回しかやってない。体験されるっていうのはもしかしたら小倉さんには初めて。そうですね、初めてないんですけど。初めてです。リズム感とか音楽とかって自信ありますか？どう？アイドルに何聞いてるの？子供中の皆さん普段は踊られてるので。ココナちゃんは自信あるよね。うん、やっぱ俺ちょっと DJ ちょっと目指してます。あ、そうなの？早く言ってよ。どうしたのそれ。そうですね、SK48 日頃ダンスもやっているので、多分みんな自信はあると思います。なるほど、はい、そうですね、ちょっと余計な質問でしたね、これは。はい、そしてですね、皆さんに聞きたいんですけど、普段 SK48 以外の曲、何か聞かれる曲はありますか？何だろう、まあ、でも、はい、本当に流行りの曲ばっかり私は聞いてます。今流行ってる曲とかね、ココちゃんもね、はい、あるよね。私もですね、はい、でもココちゃんは意外と昔の曲、あ、そうなんです、も好きなの。昔の曲、歌うんだよ。え、今日も、何聞いたの？車、車両で、ちょっと昔の曲流れてて。確かに、めっちゃ歌ってた。昔っていうと、どれぐらい昔ですか？歌ってた、2000年2000年、全然昔じゃないですよ。きっと皆さんからしたら昭和の曲かなぐらいの。確かに結構いいですね。なるほどなるほど、まあ、普段音楽は聴かれるっていうことですね。はい、はいはい、それではまあ今回皆さんに DJ 体験をしていただくということで、まあ、最後一番様になって DJ やってた方にスタジアムグルメをプレゼントと思っておりますので、ぜひ皆さん頑張ってやってみてください。はい、頑張ります。はい、まずはですね、こちら DJ の機器についてちょっとやっこさんからご説明していただきたいんですけれども、ちょっと今回対決 で、はい、これいつも使ってる、これはよくあるターンテーブルなんですけど、はい、今日ちょっと対決で使ってもらいたいのはこっち。もうね、お二方こっちも慣れたもんで飽きたなと思って、こっちにちょっとレベルアップしてこっちにしています。これはなんかちょっとこうやってボタンを押したら音が鳴る、一応私の書いたんですけど、なんとなく適当に押してみて、ピチンがあるので、分かりやすい。でこの中にちょっと
SK さんの曲を2つだけちょっとピックアップさせてもらって、で流してるので、これに合わせて音をこうやって合わせていって、いかに DJ っぽくやってもらうか、対決していただこうかなと思ってます。なるほど。ボタンに音が書いてあるんですね、音の名前が、書いた題名、曲の名前と、あとなんか一応この曲に合ったビート、ここにビートもあるので、これを合わせて押していただいて、すごい、なるほど、いかにかっこよくいけるか、ちょっと対決の前にちょっと適当に触ってもらって、もう体験していただきたいんですけど、触って、触って、もう鈴木さん、早いさすが DJ 目指してるだけありますね。あとこれヘッドホン使わないですけど、見た目に見た目大事なんで、書いてもらって、はい、DJ っぽいよ。おいいじゃん、似合う、すごい様になってるよ。もうヘッドホンつけただけで、はい、かわいい、これに関してちょっと長押ししてもらったら曲が長い、曲終わっちゃったよ、終わったよ、何の曲か分かんなかった。あ、ラブだ、おお、おお、あ、感じで、なるほど。はい、鈴木さんありがとうございます。では順番にちょっと触ってみましょうか、練習でちょっと軽く体験してもらって、はい、じゃあで勝負して、新野さん、はい、行きましょうか、はい、触ってみますか。これは使うかは任せます。はい、こっちも余裕できたら触ってもらっても、すごいですね。ちょっと難易度高いですね。素人に触らせて大丈夫なんですか。大丈夫です。ありがとうございます。すごい、ちょっと前から見よう。あ、じゃじゃーん、だってじゃじゃーん。あ、終わりですね。終わっちゃったゲームオーバーですね。終わっちゃった。結構様になってる気はしますね。本当ですか。かっこいいです。はい、ちょっと先輩方にやってもらいたい。先輩方よろしいでしょうか。もう余裕ベテランなので。はい、では太田さんからいきますか。はい、あ、これまだ実践し、あ、実践じゃないで す, ですよ、ね、まだ練習なので。練習ですよね。はい、一回触ってみてください。よいしょ。おお、長押しいんですか。好きになっちゃった。あれ、終わっちゃった。あ、ダメなんですね。あ、違う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 。ここ押しっぱなしでお願いします。あ、なるほど、あ、なるほど、はい、なるほど。押しっぱにするのがちょっと難しいかもしれない。あ、そうですね。パソコン打ってるみたい。
と分かりましたでしょうか。分かりました。悩んじゃうこれ。うん、そうですね、たくさんボタンがありますね、うん、ちょっと皆さんに見せたいぐらいこのボタンの数を、うん、すごいんですよ、はい、ちなみにあの、まあ、皆さんに今後あのやっていく上で拍手で拍手の大きさで1位を決めたいなと思うんですけれども、はい、皆さんの判断基準といいますか、どういう風に聞こえたらうまいとかあるんですか。一番 DJ っぽいな、かっこいいなと思った、シンプルに。なるほど、直感で選んでいただくということで、ね、忖度なしです。この講師だからっていうのを出してお願いします。ねえ、皆さん純粋に一番 DJ っぽいなって思った方に最後拍手をしていただくということで、はい、厳しくお願いします、はい厳しくはい、では皆さん本番いきましょうか。はい、はい、それではどなたからいきますか。おこれはだってさっきやりたいって言ってたじゃん、ココちゃん。早めに早めなんやろ。なんか揉めてんだけど、さっきボタンいっぱい押してたもんね。待って待って待って、一番さ、ね、怖いからじゃないですか。うん、もう早くやりなさい。はい、はい、頑張ります。一番練習していただいた太田さんからやっていただきたいと思います。聞こえないです。でもまあ DJ っぽいからつけたら、あ、聞こえないんですね、そのヘッドホンは。あ、そうです、こっちから流れる音になっちゃう。あ、そうなんですね。じゃあちょっと DJ っぽくヘッドホンをしていただいて、はい、はい、それでは準備はよろしいでしょうか。一番様になっていたかという基準で選んでくださいね。ぜひ拍手をお願いします。はい、それでは太田さん準備よろしいでしょうか。はい、それではお願いします。つけていただいて、はい、では北野さんよろしいですか、準備は。聞こえてるやん。聞こえてたよ私。聞こえてる。え、しゃ聞こえるやろ。あ、聞こえてるやん。聞こえるやん。はい、大丈夫ですね、多分。はい、はい、大丈夫ですかね、うん、それでは北野さんお願いします。
もうベテランですね。いかがでしたか、やってみて。でもあの自分で何の音が流れてるか分かんなかったけど、はい、でもアヤベルエルはリズム感あって、それはまあそうですね、それはまあ、はい、そうだと思うんですよ、はい、なるほど、 DJ 北野さんでした、うん、はい、ありがとうございます。では続いて、はい、はい、ではアラナさんお願いします。はい、ヘッドホンはしない方がいいんですかね。まあ、その方が聞こえやすい。なるほど。でも、してた方がね、してた方がさ、こういう片手でこうやってやるのもポイント。かっこいい。確かに。いや、でもちょっと新スタイルの DJ で。はい、あ、かい。はい。行きますか。いいじゃん。はい、それでは DJ 荒野さんお願いします。おお。おお。DJ にしか見えなかったです。なるほど。やったー。すごい、すごい難しいですね、はい、すごい。いやでも良かったですよ。本当ですか。 DJ みたいでした。やったー、はい、ありがとうございます。最後に鈴木さん、はい、はい、お願いします。お願いします。できるかな、できるかな、できるよ、ココちゃん。はい、はい、はい、それでは準備はよろしいでしょうか。はい、では DJ 鈴木さんです。お願いします。頑張れ。お久しぶりですね。なってました。ちょっと意外でした。はい、鈴木さんいかがでしたでしょうか。ちょっと楽しかったですね。お、楽しかったですか。お、よかったです、はい。それでは最後結果発表に行きましょうか。はい、皆さんどなたに投票するかを決めましたか。一番様になってた方に拍手をしてくださいね。はい、では行きましょうか。最初に DJ をしていただいた DJ 大田さんが一番良かったよという方、拍手お願いします。ありがとうございます。もうめっちゃ聞こえます。私はめちゃくちゃ聞こえます。ありがとうございます。大歓声ですね。よかったですかね。はい、それでは DJ 北野さんが良かったよっていう方、大きな拍手が来ましたね。はい、では続いて DJ 荒野さんが良かったよっていう方、結構多かったんじゃないですか。はい、それでは DJ 鈴木さんが良かったよっていう方、あ、え、あ、同じぐらいですね。すごいいい勝負、いい勝負。
なのででは新野さんと鈴木さんでじゃんけんして決めましょうか。まさかのちょっと姫ここじゃんけん、姫ここじゃんけん、いきますか、うん、いくよ。どういう始まり？あのそんなの、うん、あるの、うん、じゃあ姫ここじゃんけん、じゃんけんぽい、はい、はい、どうでしょう。やったー。はい、それでは、ね、今回の優勝は新野さんに決定しました。おめでとうございます。はい、それではですね、新野さんにはスタジアムグルメを食べていただきたいと思います。はい、スタジアムグルメではですね、キリンタスさんからもちもちポテトをいただいております。はい、ちょっとね、時間の関係でぜひね、あの控え室に行って食べていただきたいなと思います。はい、はい、キリンタスさんありがとうございます。はい、とってももちもちのポテトなのでね、とっても美味しいのでぜひ食べてみてください。楽しみです。はい、あ、今食べて大丈夫ですか？はい、ではちょっと、あ、はい、まあ、食べていただこうと思います。はい、失礼します。はい、今回はですね、キリンタスさんからもちもちポテトをいただきました。はい、またソースがかかってますね。何ソースなんでしょうか？ぜひ食べてみてください。では、いただきます。いかがですか？明太子の味ですかね。おいしい。ソースがかかってるんですね。うん、ちょっとピリ辛なんですけど、一緒に粉チーズもかかっていて、すごくコクがあっておいしいです。皆さんもぜひ食べてください。はい、ぜひ皆さん食べてください。ありがとうございます。はい、それでは新野さん、おめでとうございます。ありがとうございます。ぜひね、全部持って帰って食べてください。いただきます。はい、それでは以上 SK48 のステージでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。SK48 の皆さんにはこの後18時15分からのステージに出演していただきます。こちらもお楽しみにお待ちください。うん、やっこさん、皆さんの DJ いかがでしたか？結構かっこよかったですね。そう、結構かっこよってましたね、はい、皆さん。さすが、うん、さすがアイドル、トップアイドルだと思いました。確かにリズム感は皆さんバッチリでしたね。バッチリでした。はい、やっこさんもありがとうございました。ありがとうございました。